ピーテル・パウル・ルーベンスの17世紀上半期の絵画、ビーナスとアドーニス。メトロポリタン美術館所蔵。アドーニスは、ギリシア神話に登場する、美と愛の女神アプロディーテイに愛された、美少年。フェニキアの王、キニュラースとその王女であるミュラーの息子。長母音を省略して、アドニスとも表記される。彼の名は、美しい男性の代名詞として、しばしば用いられる。 アドオニスという名は、セムゴ起源で、旧約聖書のマソラ学者による読みであるアドナイト、関係があるとされる。さらに、神話の舞台となる場所が、ギリシア以外であり、元来は非ギリシア系の神話の人物である。元は、ビュブロスとパッポスにおいて信仰されていたフェニキア神話の植物の神であった。アドオニスは収穫の秋に死んで、また春に蘇ってくる。アプロディーテが、 名府の女王ペルセポネーとアドーニスを明かすのは、植物の栄える春夏と枯れて死ぬ冬との区別である。キツセアノベチェッリオの1554年の絵画、ビーナスとアドーニス。プラド美術館所蔵。キニュラースの家系は、代々、アプロディーテイを信仰していた。しかし、王女ミューラーは、とても美しく、一族の誰かが、ミューラーは、女神アプロディーテイよりも美しいと言ってしまった。 これを聞いたアプロディーテイは激怒し、ミュラーが実の父であるキニュラースに恋するように仕向けた。父親を愛してしまい、思い悩んだミュラーは自分のウバに気持ちを打ち明けた。彼女を憐れんだウバは祭りの夜に二人を引き合わせた。顔を隠した女性がまさか自分の娘だとは知らないキニュラースは彼女と人夜を共にした。しかし、その後、明かりの下で 彼女の顔を見たキニュラースは、それが、自分の娘のミュラーだと知ってしまった。怒った。彼はミュラーを殺そうとしたが、彼女はアラビアまで逃げ延びた。彼女を哀れに思った神々は、ミュラーをミュラの木に変えた。やがて、その木に、イノシシがぶつかり、木は裂け、その中からアドーニスが生まれた。そのアドーニスに、アプロディーテイが恋をした。やがてアプロディーテイは、 赤ん坊のアドーニスを箱の中に入れると、冥府の王ハーデースの妻で、冥府の女王のペルセポネーのところに預けた。彼女はペルセポネーに、決して箱の中を見るなと注意しておいた。しかし、ペルセポネーは、好奇心に負け、箱を開けてしまった。すると、その中には美しい男の赤ん坊のアドーニスが、入れられていて、彼を見た、ペルセポネーもアドーニスに恋してしまった。 こうしてアドーニスはしばらくペルセポネーが養育することになった。アドーニスが少年に成長し、アプロディーテーが迎えにやってきた。しかし、ペルセポネーはアドーニスを渡したくなくなっていた。二人の女神は争いになり、ついに転その結果、一年の三分の一は、アドーニスはアプロディーテーと過ごし、三分の一はペルセポネーと過ごし、残りの三分の一は、 アドーニス自身の自由にさせるということとなった。しかし、アドーニスは自分の自由になる期間もアプロディーテーと共に過ごすことを望んだ。ペルセポネーはアドーニスのこの態度に大いに不満だった。アドーニスは狩りが好きで毎日狩りに熱中していた。アプロディーテーは狩りは危険だから止めるようにといつも言っていたが、アドーニスはこれを聞き入れなかった。アドーニスが自分よりも アプロディーテを選んだことが気に入らなかった。ペルセポネーは、アプロディーテの恋人である、軍神アレースに、あなたの恋人は、あなたを差し置いて、たかが人間に夢中になっていると告げ口をした。これに腹を立てた、アレースは、アドーニスが狩りをしている最中、イノシシに化けて、彼を殺してしまった。アプロディーテは、アドーニスの死を、大変に悲しんだ。やがてアドーニスの流した力、 アネモネの花が咲いたという。ABC 神の文化史辞典四41ページ。AB 図説ギリシアローマ神話文化辞典14ページ。図説ギリシアローマ神話文化辞典15ページ。世界神話辞典二27ページ。五も一。ギリシア神話上官新調査。1956年140ページ。ありがとうございます。